どうもこんにちは。今回は速稼塾の塾生さんからのお悩み相談でございます。ビジネスの問題はクリアして、お金と時間から自由になったんですけども、その先にある悩みに立ち止まっています。この方はお金を稼ぐよりももっと難しい問題を、こんなところにね、私の方に相談してくださいました。このようになっています。久保先生、いつも大変お世話になっております。今回初めてこんな相談をさせていただきますが、ぜひ公開コンテンツに使ってください。他の方の参考にもなると思います。当方、蔡氏あり、入塾2年目のアラフォーです。久保先生のおかげでサラリーマンを脱出し、現在はネット法人事業をしています。金銭的には自由になりましたが、その中で溜まっていた自分の欲求に気づき、以来歯止めが効きません。一言で言うと、どうしても風俗通いがやめられませんというのが今回のお悩みですと。ネット企業に成功してサラリーマンを辞めて以来、ずっとお金がなくて手を出していなかった風俗に行き始めました。そうですね、確か40代の方です。特に後半だったと思いますので、まあ奥さんもね、長いお付き合いの中で、まあそれなりに、まああっちの方ではね、秋が来たのかもしれないですね。同年代の奥さんということですからね。はい。で、風俗に通い始めたんですけども、一度行ったらこの欲求が終わるかと思いましたが、逆に通い詰めになってしまいます。そうなんですよ。ネット企業をね、半年ぐらい前ですかね、去年のね、夏過ぎたあたりに独立して法人化して、結構お金の周りが良くなって、で、結構ネット企業なんでね、自由な時間があるんですよね。朝、自分が設定した、まあ事務所に出勤して、そこで一人で仕事をコツコツしたりとか、直接面談とかされるみたいなんですけども、まあでも大体ね、午前中とか午後の2時とか3時に一日の業務終わるんですよ。そっからは、なんか情報収集の時間とか、それから、なんかインスタグラムのね、投稿のための撮影に行ったりとか、のんびり過ごしてるみたいですよ。で、その中で、まあ、家族からしたらね、仕事に行ってるっていうふうに見えますから、夜遅くなっても、別にもう今更文句言われるわけではなくて、まあ、もともと会社員だった時代っていうのは、結構ね、深夜帰りとかってありまして、早くても9時とか10時帰りってところだったんで、多少ね、毎日帰りが遅くなっても、そんなにね、奥さんがどこ行ってたのってこともないみたいなんですよ。で、風俗通いになってしまったと。で、せっかく稼いでも風俗にお金を使ってしまうため、いつもお金がありませんと。まあ、お小遣い制ではあるんですけども、ただ今ね、毎月のお小遣いが20万円ぐらいになってるんですよね、この方ね。だから、家計の方に40万ぐらい入れて、自分のお小遣いが20万ぐらいのバランスだったと思いますね。20万あると結構風俗使えるんですけども、ただ風俗にちょっと行くとお金がすぐなくなります。だいたい1日に、5万とか10万っていうペースになくなりますんで、20万のお小遣いがあっても、通い詰めって言ってもね、ほんとカツカツなんですよ。まあまあ、零細ですが、ご存知のように、自営業なので、時間に余裕があり、お金がない時は安価なガールズバーやコンカフェに行ってしまいます。若い頃にモテなかった反動なのかもしれません。そろそろ風俗通いをやめたいです。先生、何かいい方法はありませんでしょうか？自分ではどうしようもありません。よろしくお願いします。ということでね、書かれてますね。はい。いや、いい方法がないでもないんですよ。こういった、方っていうのは今までもいらっしゃって、ネット企業に成功して、大で稼ぎがね、7、80万になってくると、会社を辞めた方がどっちかっていうと、ビジネスの時間も取れるし、自由な時間にもなるし、有利なんですよ。ですんで、徐々に会社を辞めていく方向で独立っていうことをね、選ばれる方がいて、こういうのは成功例の一つだと思いますけどもね。特にもともと勤めてる会社が環境が良くないからネットビジネスで何とかしようと思ったところで、毎月ね、やっぱ給料が20万、30万のところから、今70万とか80万になって、で、時間はぐっと短くなるわけですから。これはね、自分の趣味の時間とかにお金と時間を使い始めてもおかしくないんですよ。で、今回は、ずっと手を出していなかった風俗に行ってみたら、それにはまっちゃったってことですよね。これ例えて言うとね、ずっと手を出していなかったバイクに、この年になって乗ってみたら面白いんで、
もう休日のたんびにバイクに乗ってますとか、休日のたんびに釣りに行ってますとかね、そんな感覚なんですよ。で、付属に行くと楽しくってもう抜けられなくなっちゃったと。で、オプションつけたりとか、性付属行ったりとかね、まあそういう風になっちゃったんでしょうね。で、帰るとやっぱり奥さんもいるし、罪悪感もあるんじゃないですか。それで早く抜けたいと思ってるんでしょうね。本当にちょびっと行けばよかったのに、付属の魔力に取りつかれてしまったってことだと思うんですよ。はい、じゃあね、こういった方がね、風俗に興味がなくなるための方法ですけども、あるんですよ。それはね、風俗の、デリヘルのね、ドライバーのバイトをするといいと思います。で、バイトって言っても結構ね、これいいですからね。だから、副業を始めて、深夜の副業を始めたからっていうので、風俗にお金を使うんじゃなくて、風俗でお金を稼いでみてください。で、それにベストマッチなのが、デリヘルのドライバーなんですよ。何がいいかっていうとね、こういった風俗も仕事で入ると、現実と、それから、実際のね、まあ、裏側の、こう、現実に気づいて、風俗に興味なくなります。私もね、全然風俗行かないんですけども、それはね、仕事として入ってた時期があるからなんですよ。で、そうなるとね、例えば、デリヘル嬢が、仕事が終わってね、お疲れって言って車に入ってきて、また別の場所に向かうじゃないですか。その時の表情とか、現実とか、客の文句とかっていうのをね、目の当たりにすることになります。特に、デリヘル嬢の方っていうのは、お客さんに対してかなりね、裏では、すごく辛辣ですよ。だからそういうのを知ると、自分が客になって使おうって気はなくなりますね。で、風俗への熱は冷めると思います。それがベストマッチだと思いますね。で、ここまでは単純に風俗に興味があって抜けられなかった人のパターンの改善方法なんですけども、厄介なのはね、風俗に興味があるっていうよりも、お金を払ってるとはいえね、まあ、女の子にチヤホヤされる時間にはまってしまった場合、つまり疑似恋愛が好きになっちゃった場合なんですよ。だってお金をね、バンバン払うと、それはね、仕事時間の中では、風俗の仕事時間の中では、モテますよ、男性は。女性は、そういうふうな、チヤホヤすることによって、自分のリピートにするわけですからね。特に、たくさんお金を落としてくれる人に対しては、嬉しいわけですよ。その人のに対して嬉しいわけじゃないですよ。この人はお金をたくさんくれるから嬉しいんですよ。だからね、ご飯をたくさんくれる飼い主に尻尾を振る犬みたいな感じなんですよ。ね、これ変な例えですけども、別に風俗のキャストさんが犬ってわけじゃないんですよ。で、そういう感覚に近いってことなんですよ。だから魔key に成功するって感じですかね。そうなってくると、モテたいっていう欲求は風俗に興味がなくなっても残る可能性があるんですよ。そうなった場合は厄介ですね。モテたいっていう欲求はね、これはね、残ると思います。その場合また連絡ください。じゃあ今回のお悩み相談以上です。とりあえず、デリヘルのドライバーしてみてください。それによって、すっぱりと縁が切れるか、それともね、別の問題が湧き起こってくるか、わかりますんで。それじゃあ。